つまり君たちは我々帝国にとって。おい見ろよ、あいつが例の。ああ、連邦を裏切った元ブレイズ、ユーゴシモンだな。そんな奴がなんでまた帝国軍に。さあな。でも裏切りの理由なんて結局は我欲だろ。実際バレンシュタイン最小の肝入りらしい。ってことは出世コースかよ。卑怯者にでかい顔されちゃたまんねえな。仲間や祖国を裏切るような奴はクズだ。まあ少し感心もするぜ。俺たちの中に堂々と混じる面の皮の厚さにはな。違いない。では諸君の忠誠と健闘を祈り、この話を終わりとさせていただく。最後に敬礼副将、我らが帝国のために。我らが帝国のために。ここが僕の新しい居場所になるんだ。まずは上官にご挨拶に伺うか。君がユーゴシモンか。はい、そうです。これからお世話になります。そうかしこまらなくていい。君は他の兵たちと違うのだから。いえ、それは。最初様からもよろしくと言遣っているからね。お気遣いありがとうございます。そんな君が功績を挙げるのに、おあつらえ向きの隊を後ほど紹介するよ。それは精鋭部隊ということですか。まあまあ、精鋭といえば精鋭なのだが。上官。ま、何はともあれ、とりあえず部屋に荷物を置いてきなさい。部屋ならそこの階段を上がって右側にあるからな。はい。よし、部屋に行こう。と本格的に危ない転び方してましたしね。はい、まさに九死に一生です。本当に幸運でした。はあ、それは良かったですね。では私はこれで。ありがとうございました、ユーゴシモン君。どういたしまして。あれ、僕名前名乗ったっけ。まあいいか。
よし、改めて部屋に向かおう。ここは食事場か。ん？何か聞こえるな。はあ？なんだってその元ブレイズがうちに。噂だと最小様の采配だとか。あのおっさんの？ったく、相変わらずわけわからねえな。何にせよ表向きでも仲良くしといた方がいいかもな。将来の老将様かもしれないぞ。はあ？老将だ？なんで連邦の裏切り野郎が。いや、俺に絡まれても。どうも嫌な流れだな。ここは早く通り過ぎよう。はあ、なんだか騎士学校を思い出すな。また一から頑張ろう。絶対に譲れない。目的のために。てめえか、連邦からの新参者ってな。ああ、ユーゴシモンだ。君は？俺様はてめえの先輩になるファルクってもんだ。ファルク様とでも呼ぶんだな、裏切り野郎。よろしく、ファルク。いい度胸じゃねえか。僕のことはユーゴと呼んでくれると嬉しいよ。はっ、裏切り野郎で十分だろ。そう。おい、ちょっくら訓練に付き合えよ。訓練？ああ、サシでの模擬戦闘だ。構わないよ、受けて立とうじゃないか。いいね、男見せるじゃねえか、裏切り野郎。ユーゴだ。俺様に勝ったら覚えてやるよ。先に訓練所で待ってるぜ。ビビって逃げんなよ。訓練所はさっきまでいた場所だな。ファルクか。いきなり妙な奴に目をつけられちゃったな。逃げたと思われるのもなんだし、急ごう。準備はいいかよ、裏切り野郎。いつでも。キャッ、狭しやがって。俺はそういう野郎が一番嫌いなんだよ。それはすまなかったけれど、僕は君みたいなタイプ。ああ、結構好きかな。バカにしやがって。行くぜ、裏切り野郎。俺はお前みたいにポッと出てきて苦労も知らずに上に行くやつが大っ嫌いなんだよ。それは僕も同意見かな。はっ、俺にごますっても手加減はしてやらねえぜ。やるじゃねえか、裏切り野郎。ユーゴだ。頑固だな、てめえも。それはお互い様だ。さて、次で最後になりそうだね。だな。行くぞ！ストーップ！ヘグ！大丈夫ですか？あ、はい。喧嘩は目だよ、二人とも。いや、これは喧嘩というか。もう、クロウ、ファルク君は少し目を離すとこれなんだから。せえ、保護者面すんな、クソが。あれ、君はさっきの。先ほどはありがとうございました、ユーゴシモン君。はい。って、あれ、やっぱり僕の名前を。一体どうして。はあ、何言ってんだ。そりゃこいつの立場なら名前ぐらい知ってるだろ。彼女の立場なんだよ、てめえ。
マジで何も知らねえのな。ん？そっかそっか。じゃあ改めて自己紹介だね。私はアメリー・ロランス少尉。はい、よろしくお願いします。アメリー・ロランス少尉？そうだよ少尉さん、ちょっと偉いんだよ。いや、ちょっとどころじゃ。その反応だけは共感するぜ、裏切り野郎。だがこの分だとてめえはもう一段階驚くことになるぜ。どういう意味だ？君は今日からこの私が隊長を務める部隊ロランス隊の一員として任務に励んでもらうから。同じ隊のファルク君とも仲良くすること。分かった？了解しました。はい？